先週ですね、俳優の中尾明慶さんと釣り行って相沢連合なんて遊んでたんですけど、ああなるほどなと思ったら、まあ俳優だからってわけじゃないんですけど、ガボッツ使ってもらって、でガボッツにバーって70ぐらいが出るんですよ。そしたら乗らないんですけど、心の底から危ねえって言ってるんですよね。だからもう完全にこう小魚の気持ちになってたらそういうことじゃないですか。釣り人の気持ちだと、ああ乗んなかった惜しいだけど、俳優ってすごいなと思ったら、ガボッツになりきってるんですよね。こうでガボッツが演じたいのは小魚なわけなんで、ガボッツって自分も避けながら2、3回おっしゃってましたね。すげえなと思って、その感覚大事なんですよ。だからダイエットアクションとか、基本的にこうパターンフィッシングの時代になって、動画でなんとかパターンとか、こうやって動かすと釣れるよとか、リフトホールにしても何にしても、別にその動かし方が釣れるんじゃなくて、その動かし方がその現場で一番そこにいる小魚がやってる動き方、最終的には逃げ方になってるから食うんですよね。だからどんなルアーも引いてアクションチェックするときに、ローリング幅がどうとか、オブリングがどうとか、そういう風に捉えちゃう人すごい多いんですけど、めちゃくちゃ上手い人はみんな小魚っぽいかどうか、もしかしその自分が動かす中で小魚っぽく動かせるかどうか、例えばペンシルとか、うわ魚っぽいなっていう動きをさせられるかどうかがすごい大事なんで、ちょっと意識してやってみてください。